スパーリングとか。ああ、そうですね、やってますよね、はい、やらせてもらってるんですけど、はい、圧力がすごいんで、あと手数がすごい多い。オーパーレック選手結構パンチをもらうんで、タケル選手の KO も全然あり得る。優勝賞金1000万円、1000万円誰だっけっていう友達から連絡しますね。ひどいね。メッセージとかもいただくんですよ。トキ君、彼女いますか、どうやったら付き合いますかとか。あ、手紙とかもジムに送ってくれたりと、本当に付き合いたいですみたいな。こんなに人生って変わるんだ、格闘技夢あるな。超気になったストーリーがあって、はい、試合前に大森ゴールドジムのトイレ掃除されたっていう、はいはい、あれなんですか。あれはなんて言えばいいんだろう。難しいな。圧倒的に勝ったらこう、負けたらこう、もう、あ、負けたらもうマイク多分持つことないんだけど、はいはいはい、そう、やっぱり決めないと無理ですね。まあ、だって試合すぐあと何も考えられないじゃないですか。いや、なんかもう疲れたみたいな感じで頭いっぱい。でも多分9割の選手がそうなんだけど、勝つとやっぱり次につなげるじゃないですか、一応仕事と考えると、はい、だから勝つモチベーションはそのマイクを持つためって考えれば、はい、それで次決めるから、はい、それいいっすね。で次の仕事につなげるのはこのマイクって考えれば、まあ、その後インタビューとかこういうところに出ると思うんだけど、一番見られるのはやっぱりその瞬間で、試合と一緒に出るから、はい、ライズの YouTube にも載るし、それを見る人が多分一番多い。でそこでなんか次やりたい選手、まあ、押していきたいものがあれば、それをもうすごい大チャンスなんだけど、そう考えると、あ、もう流れて、あ、もう始まってるか、 OK、まあ、このままもう入っていくんで、まあ、そう考えると、はい、中村菅の、見ましたか、中村菅の、あ、はい、見ました、はい、ステロイド対決をやりたいっていう、はい、ああいうものなんですよ。だから言い方はちょっとあれだったんですけど、はい、でもまあなんか話題になったじゃないですか。まあ、進めやすいですよね、その次のストーリー的にも。そう、喋るのは苦手な方っていう。そうですね、まあ、思ったこと話すようにはしてるんですけど、はいはい、話をまとめるのがあんまり得意じゃないんで、うんうん、でもなんか友達とかその身内の周りだったら普通に喋れますよね。あ、全然喋れる方だと思います、はいはい、それをただなんか、ね、マイクでやるっていう感じなのかな。なんか中村選手みたいに、はい、こういうのをやりたいみたいなのがあんまり見つからなくて、うん、戦いたい選手とかいない。もともとはずっと天心と戦いたかったんですよ。あ、ちっちゃい頃から。それを目標にやってたんですけど、天心がボクシングに行っちゃったんで、今この優勝するのが、まあ、あともうちょっと早ければできたのかなって思うと。あ、はい、そっか、そうだね、天心いなくなっちゃったから、はい、この階級になると K1 だったら金子選手、まあそれでももうちょっと上ですよね。はい、そうですね、まあ、ベストだったら53だと思うんで黒田選手とかになるんですけど、まあ、そこよりは金子選手とか、まあ名前があるからね、金子選手。まあ、金子選手って強いっていうと強いんだけど、はい、まあ、僕が言う前にどう思いますか、その選手として。そうですね、まあその綺麗で完成度高いですけど、まあでも被弾するんで、うんうんうん、まあ、自分のその体55キロのやっぱ体にしっかりしていけば技術的に負けることはないかなと思ってます。うんうんうん、そう、技術面では結構差が大きいと俺は思うんだけど、はい、まあ穴はありますし、はい、まあ、攻撃もなんかインパクトあってパワーあるんだけど、はい、一発一発狙うっていうのが多分、はい、でサウスポー対オーソドックス、スピードもあるから多分金子選手としてやりづらいと思う。うん、もう本当数年前ぐらいに一緒に練習したことあるんですけど、スパーリングではないんですけど、そんなにやりにくさは感じなかったんで、うん、まあ試合してみたらどんな感じなんだろうって、うんうん、パワーはすごいあると思うんで、はいはいはい、いつかやってみたいなってのがあります、はい、そうですよね、まあ、K1 とライズがまたなんかうまくできればいいんだけど、はい、裏側のはい、全部知ってるわけではないと思うんですが、それ難しいですか。いや、今って多分結構どちらかというとそのザマッチが終わってから、はい、結構 K1 も他団体と、うんうん、試合をするようになってると思うんで、はいはい、実現しやすいと思うんですけど、僕は正直それがあんまりいいと思わなくて、今ってこうなんて言うんだろう、ファンが見たいカードがポンポン組まれすぎてるというか、なんて言えばいいんだろう、ファンがこれ見たいって言われたらすぐ組んじゃう、すぐ組んじゃうから、なんかもう少し温めた方がいいのかなって僕は思ってて、はい、なるほどなるほど。天心たけるさんみたいにこのなんか あれはちょっと 長かったと思うんですけど、5年間ぐらいだったね、はい、まあ、でもその5年があったからこそやっぱ、はいはい、あれだけその盛り上がったと思うし、うんうん、K1 が他団体とついにっていう、うんうん、そういうのがあったと思うんで、うん、僕は見たいって言われてるのをもう少し温めてからの方が、うん、
って、うんうんうん、今思ってます。そあ結構プロモーション面のことも考えるんですね。そうですね、うん、なんかいや今までは考えてなかったんですけど、はいはい、自分もたまると誰が見たいって言われるようになって、うんうん、でもこのすぐにこうどんポンポン組まれちゃうと、はいはい、なんかもう先がなくなるというか、そのビルドアップが、はい、その盛り上がりがなくなっちゃうから。そうですよね、クボクシング界をもっと盛り上げることを考えたときにもう少し、うんうん、温めた方がいいのかなと思ってます。そうだね、そうだね、まあ、理想としては。でも例えば、まあ、この話に入っちゃったから、例えば、はい、タケル VS 天心がその盛り上がり始まった理由はまず最初に天心の方が呼び出したから、はい、そこでスタートして、でどんどん続けて呼び出したからっていうのがあるんで、うん、やっぱり選手が行動を取んないと それがまず最初に始まんない、はい、でもう一つは例えば盛り上がってきて3年目で試合が実現したのは5年目、3年目でどっちかが負けたらもう終わりです。そうです、ね、その問題もあるから、はい、そう2人ともめっちゃ強くて勝ち続けたからその最高だった。そうですね、うん、なんか、まあ、あそこのその盛り上がり、天心たけるとか、はい、それこそ正人さんと金田さんとか、うん、そのレベルはやっぱ本当に数年に1回しかないというか、はい、そのあんなに勝ち続けるうん、うんスターが2人いるっていうのはなかなかないことだと思うんですけど、うん、その K1 っていう団体とライズっていう団体の対抗戦があった時に、別に天心たけるじゃないカードもやっぱりすごい盛り上がったじゃないですか、はい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 、でそれ全員が勝ち続けてたかって言ったらまた別だと思うし、うん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 、そういう団体の交流みたいなのは数年に1回とかでも面白いんじゃないかなって僕は最近思ってます、はいはいはい、でも K1 側から何人かライズの方に入ってきたりしてますよね。3試合ぐらいとか、はい、それってどう注目されましたか？僕は対抗戦に出てた側じゃないんで、はいはい、あんまり分かんないんですけど、まあでも普段の試合よりはやっぱり注目されるんじゃないですか、はい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 、やっぱりお互いの団体の思いがあると思うんです、はい、そうですよね。でもやっぱり一番盛り上がるのはそのもう全カードが K1 vs ライズですよね、はい、そうですね。あとチャンピオン vs チャンピオンできるだけ、そうだったら面白いけど、まあキックボクシング盛り上がってほしいですよね。そうですね。ただその1がね今月、はい、多分 MMA の試合も混ざってると思いますけど、うん、一番注目されるのはやっぱりタケルと、うん、スーパーレッグの試合、はい、まあ間違いなくその試合になると思いますけど、どう思いますかその試合展開としては。そうですね、まあ、まず僕が一番心配してるのが、はい、その前回スーパーレック選手ってこう体重をオーバーしてるんで、はい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 、そこをコンディション的にしっかり、まあ、期間も急遽決まったと思うんで、うんうん、あそうですね、仕上げられるのかっていうところがすごい心配で、まあ、でもそのお互いベストな状態で戦うってなった時に、難しいな。どっちが有利とかはあんまりないですか？個人的にはタケル選手の KO も全然あり得るかなって僕は思ってます。スーパーレック選手結構被弾もするんで、うん、結構パンチをもらうんで、はいはいはい、そう考えるとこうタケル選手が乗ってけば KO もあり得るのかなと、うんうん、逆にそのスーパーレック選手がこのタケル選手の流れをこう蹴りだったりとかこの組んでその止めちゃえば全然完封もありえるのかなと、うん、いろんな展開が予想できますね。試合が長く続くほどタケルが有利に進めていくっていう考えを持ってますか？そこはどうですか？まあでも、まあ、後半になるにつれてタケル選手はこう上がってくると思うんですけど、うんうん、とはいえスーパーレック選手もやっぱこう長いラウンドにこう慣れてるというか、はいはい、ずっとやっぱ明太でやってると思うんで、うん、そこはどうなんだろう。まあでも後輩になりにつれてやっぱタケル選手が有利になるんじゃないかなと、うん、僕もそう思います、はい、その同じ相手と戦ってるんですよねスーパーレックとタケル、はい、名前忘れちゃったけどプエルタス、あだと思います、はい、K1 でタケルが KO して、はい、スーパーレックは3ラウンドだったっけ5ラウンドやったんだっけ5ラウンドだったね5ラウンドやってまあ、苦戦する場面も、うん、はい、見えたっていうのがあるからどうなんだろう。難しいよね。なんかやっぱベルタス戦って結構、はい、そのなんて言うんだろう参考材料になると思うんですけど、はい、なんかやっぱ格闘技って、まあ、これが面白いところでもあるんですけどやっぱこの誰が誰に勝ったからとか誰が誰に苦戦したからっていうのはあんまり関係ないというか、うんうんうん、本人同士がやっぱやってみないと、はいはい、なかなか
結果って分かんない部分があると思うんで、そうですよね、それも楽しみだなって思うんですけど、やっぱりそのスーパーレクト、そのペルタ戦も見ても結構被弾はしてたんで、スーパーレクト、そうですね、それを見ると、まあ肘がないんで、はい、武尊選手有利なのかなって思いますね、はい、そうですね。あとこれリングでやるのかな、どうなんだろう、あ、どうなんですかね、そう分かんないですよね、でもグローブはグローブですよね、グローブはグローブで5ラウンド、どう分かんないですよ ね、 そうですね、基本的に何リングでやる大会もあるし、そのケージでやるのもあるんだけど、それどうやって分けてるのかよく俺も分かんない、僕も分かんなくてファンに出たことないんで分かんないですけど、まあでも絶対リングの方が武尊選手的には、武尊選手は有利ですよね、分かりやすいですよね、はい、一応このチャンネルなので勝敗予測してもらわないといけないんですよ、どっちが勝ちますか、まあ願望も込みで武尊選手 KO 予想で、KO 何ラウンド4ですね、4ラウンド武尊敬語8、はい、左か右上下右の利き手のフック、オーバーハンド、はい、おお素晴らしいですか、ね、結構具体的な予想を聞いたんですけど、そうですね、まあ、やっぱ武尊選手のやっぱ圧力だったりとか、うん、僕もあのスパーリングだったりとか、ああそうですよ、やってますよね、はい、やらせてもらってるんですけど、はい、最初は避けれるんですよ、こうリズムを掴んだりできるんですけど、うんうんうん、やっぱ後半になるにつれて、はい、こっちのこう圧力がすごいんで、集中力だったりとか、やっぱこうちょっと雑になったりするんですよ、こう、ちょっともう打ち合ってもいいやとか、はいはいはい、そういう気持ちになったりするんですけど、やっぱそこが武尊選手の強みなんで、後半になるにつれて相手が雑になったところをしっかりこうパンチで合わせにくるんで、やっぱ4ラウンド目ぐらいが勝負だと思います、うん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 、スパーリングだ、忘れてました、スパーリングしてましたよね、はい、どうですかその武尊、まあ、階級差もあると思うんですけど、その前に出る圧力はどんな感じですか、僕があのよく練習させてもらってたのが、それこそザマッチ の、はい、あの直前で、あの転身の対策としてはいお願いされてたんですけど、あそうなんだ、はい、あ裏切り者ですね、いやいやSNS でちょっと言われましたねあいや言われましたかやっぱりそれはそうだね言われますね、まあ、でもあの自分的にもやっぱりそんなスタート、うんはいはい、そんな試合の直前に練習できるっていうのはやっぱりすごいありがたいことなんで、うん、ぜひやらせてくださいってことだったんですけど、まあそうですね、ジャブだったりとかそのパンチ、うん、やっぱ当たるなっていうのは正直あって、うんうん、自分が想像してるよりも当たるんですよ、で避けれるんですけど、はい、逆にそれで気持ちがいけるんじゃないのかっていう気持ちになってきて、うん、打ち合っちゃうんですよ、ああなるほど、それでやっぱみんなやられてるっていうのもありますし、はい、あと手数がすごい多いんで、武尊選手が返してきたの、あ打ってきたのに対して全部返してるとスタミナが持たないので、それが強みですねやっぱり、あと圧力だったりとか、そ面白いですね、そういうなんか武尊選手に対しての説明初めて聞きました、はい、まあ、ある意味打たせてるっていう、そうですね、まあ、で打ち疲れさせてるっていうことですか、はい、は面白いですね、まあ、確かに、あでもどうなんだろう、スーパーレックもパンチ打てないっていうわけでもないから、そうですね、しかもこう蹴りで止めれるんで、そうですね、相手の圧力を膝だったりとかで、うんうんうん、まあ、僕もその体格が武尊選手よりもちっちゃかったってのもあると思うんですけど、うんうん、その武尊選手の圧力だったりとか、そのパワーがどんだけ通用するかっていうのも鍵になってきますよね、なるほどね、楽しみですね、はい、ちなみにスパーリングした時って武尊選手ってそのめっちゃちっちゃいところで練習してるじゃないですか、はい、あそこでやったんですか、あそこでやりました、あれやばくないですか、あれそうですね、もうだって一歩下がったら壁なんでもう打ち合うしかないじゃないですか、はい、なるほど、そういう逆にどう思いますか、そういうところで練習するのは、そうですね、まあ、あのいろんなメリットデメリットがあると思うんですけど、うんうんうん、それやっぱこうステップを使う、こう相手が逃げるタイプの選手だったらその狭い方がやっぱ捕まえやすくはなるんで、うんうんうん、酸素もめっちゃ薄いんですよ、すごい、ああだから体力とか、はい、そういう自分をこう極限状態に持っていくっていうのはすごい適してる環境かなっていうのを思いますね、酸素がやばいんだ、めちゃくちゃ薄いです、めっちゃ酸欠になりますねへー、ちなみに武尊とロッタンが予定されてたんですけど、はい、あの試合はどう考えてたんですか、
いやもう本当にもうファン目線でもめちゃくちゃ楽しみだなっていうのが第一で、いやでもどうなんですかね、打たれ強さっていう面で言ったらロッタン選手の方が強いのかなって僕は思ってて、だからでもそれでも倒してきたのがタキル選手だと思うので、単純にロッタンってどんだけ打たれ強いんだろうっていう、そこが鍵ですよね、うん、多くの方は同じこと言ってますね、名高選手も同じこと言ってたんですよ、はい、でも逆方向からも考えないといけないじゃないですか、タキルはロッタンのパンチを食らえるのか、はい、そうですね、タキル選手ってこう倒れないわけじゃないんで、うん、その天心選手の試合もありますし、やるとしたら5ラウンドでしたもんね、5ラウンドですよね、はい、おそらく、はい、どうなんだろう、難しいですよね、なんかタキルとスーパーレッグは、まあ、タキル多分前に出て、うん、前に出ないと勝てないじゃないですか、はい、だからそこでチャンスはあると思うんだけど、 BS ロッタになるとなんか前に押せるのかっていうところで、はい、そこ俺結構興味持ってます、下がったら負けですよね、下がった方が、はい、はいはい、その試合はね持ってかれる、うん、まあでもどうなんですかね、圧力で言ったらタキル選手の方が強いんじゃないですかね、うんうん、可能性はありますね、はい、でもロッタ選手ってやっぱ蹴りも蹴れるんで、うんうん、タキル選手もそうですけど、まあ、蹴りをうまくこう使えた方が、はい、やっぱ有利な展開に持っていけるのかなって思うんで、タキル選手の、まあ、三日月蹴りだったりとか、うん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 、カーフだったりとかで少しでもこう下にこう気を持っていけたらパンチで KO の可能性も全然あるのかなって僕は思いますね、なるほど、はい、いや本当に、まあ、理想としてはタキルがここでスーパーレックに勝って、はい、それは BS ロッタンを決めたらそれがやっぱり一番盛り上がりますよね、うん、それこそ先ほど言ったあのファンが見たい試合すぐ組む、はい、タケル VS ロッタンすぐ組んだんだけど、うんうんうん、これロッタンにかあタケル VS じゃなくてタケル VS スーパーレックス、はい、あのタケル VS ロッタンすぐごめんなさい、はい、タケル VS ロッタンすぐ組んだんだけど、はい、このロッタンに勝ったスーパーレックとやってそこでタケルが勝ってそこで VS ロッタンになると、うん、やっぱりもっと盛り上がるじゃないですか、はい、そうですね、ただここで負ける可能性もやっぱりあるんですよね、ありえますね、ありえます、でも DS ロッタンよりスーパーレックに勝てる可能性は高いと僕はもう思うんですよ、うん、そうですね、どう思います、同じですか、僕も同じだと思います、okay、 はい、よかったそうです、とはいえここでまあ万が一タキル選手が負けたとしても、はい、VS ロッタンは盛り上がると思いますよ、あ絶対見たいってやっぱ言う人は出てくると思うんで、僕はまだ見たいです、はい、普通にまだ見たいですよ、そうですね、でも勝ってほしい、そうですね、勝った方が盛り上がりますね、普段体重はどれぐらいいくんですか、61とかですね、あはいはい、で63ぐらいまで落とす、あ53とか、あそれ、はい、その53ぐらいまで落とすんですね、はい、します、結構落としますね、そうですね、8キロ、なんかでも普段は本当に食事とか全く制限しなくて、はいはい、好きなもの食べてってしてるんで、練習とか始まったらすぐ50キロ台に、うん、59とか58ぐらいになるんで、うんうん、減量は別にそこまできつくないかなっていうのはあります、なるほど、でも61って言っても太ってるわけではないですよね、そうですね、そこからまた絞って、じゃあ水抜きラスト1週間ぐらいはどれぐらい落とすんですか、ラスト1週間は水抜き大体2キロぐらいにしてるんで、あ、はいはい、3キロ4キロぐらいですかね、あラスト1週間で付け返すのもそれぐらい、そうですね、なるほどね、いや格闘家の仕事大変ですよ、いや間違いないです、減量、減量の方が試合よりきついですよね、きついですね、なんかストレス溜まりますね、はい、ちょっとでもこの制限されてるっていうこの日々が辛いですね、うんうんうん、そう、しかもすぐそこに水もあるし食べもあるし周りのみんなも食ってるし、はい、嫌ですよね、そうですね、嫌っていうか寂しい、うんうん、そうですね、なるほどっていうことで、でも一応ライズの、はい、初2階級チャンピオンって言ってもいいのかな、 いますか、前に3階級制覇してるチャンピオンがいますね、え、いるんですか、はい、誰ですか、あの結城選手って言っていましたね、はい、ローキック、はい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 、が一応3階級制覇してるんですけど、やば、あれ以来、そうですね、あの僕 51.5 と53初代で取ってて、はい、両方じゃこれ入れたら 3? 3ですね、なんで次また55とか取ればあーあー、なるほどね、はい、これが54キロのトーナメント、そうです、優勝して、あの僕が大好きな、大崎選手を、はい、倒しちゃったね大崎選手俺結構好き、ああでもそのいつもオッズを見て、はい、まあ、大崎選手なんか 1.1 ぐらいになるんですよ、だからもう、はい、なんて言うんでしょう、
100ドルをつけて買ったらプラス10ドルになるぐらい有利と思われてる、はい、でも毎回勝つからそうです、ね、別にいいやって俺思ってたんですけど、はい、ナマルさんとの試合だけはやっぱり難しいと思ってた。本当ですか？スタイル的にきた、やっぱりきついもん、そのスピードあるサウスポーって、はい、まあでも今回のあの決勝戦での大崎選手の試合は2パターンぐらいスタイルをちゃんと考えて用意してて、普段こう足を使ってこうポイントアウトするんですけど、やっぱ今のライズって前に出て手数を出してる方が圧倒的にこう有利に見えるというか、ポイントがつきやすいんで、うまくこういなしてるように見えても逃げてるって捉えられるんですよ。でポイントにならないことが多いんで、1ラウンド目に足を使ってセコンドに戻った時にちょっとポイントを取られてるかもしれないって言われたんで、じゃあもう接近戦で戦おうと思って、苦しい展開だったんですけど、まあ一発ストレートを効かせて、あの明確にポイントを取れたんで、まあそうですね、勝ててとりあえず良かったっていう安心してます、うんうんうん、その接近戦でも大崎選手に負けないようにすごい練習して、はいはい、でうまくそれがハマったなっていうのはありますね、うんうん、そうだね、でまあいろんな戦い方もできるっていうことですでね、最近はそうですね、はい、うまくいってます、でもその2パターンができるっていうだけですごいですし、いやいや相手側としてはめっちゃ困りますよね。そうですね、ずっと接近を求めて追いかけてて、やっとゲットしてもそこでも有利に進められないと、うんうん、まあ、絶望的じゃないですか。でどうですか、優勝して。そうですね、まあ、嬉しいのもそうですし、はいはい、こういろいろこうトーナメントにかける思いだったりとか、トーナメント中にもいろいろな出来事があったんで本当に安心したっていうのもあるんですけど、まあ、でもなんかこう1年ちょっとでこんなに人生って変わるんだっていうのがあって、まあ今回のこの優勝賞金も1000万円もありますし、やっぱこう周りからの評価も1年で大きく変わったんで、こうやっぱ格闘技夢あるなっていうのは感じますね。あの賞金で何されますか？あ、もう明日買いに行くんですけど、車買おうと思って。車、お、はい、いい買い物ですね、車は。もらった賞金でやっぱ夢を与えていかないとと思って。いいですね。なんかその優勝して周りとかの扱い方とかは変わりましたか？なんか急に大昔の人から連絡が入ったり。誰だっけっていう友達から連絡がしますね。やばい、入るんだ。ひどいね。ありますね。まあでもあの本当に毎日会ってるような人とかは、はいはい、やっぱりもうずっと自分のことを信じてくれてたんで、うんうんうん、その大きく変わることはないんですけど、うんうん、やっぱこう昔僕のことをちょっと知ってたとかいう人からたまに連絡来たりはしますね。そういう時どう反応しますか？さらっとありがとうぐらいでまたねぐらいの感じです。なるほど、まあ、オフェアでも言ったんですけれども、はい、そのカメラ回す前にあのゲストが来る時にはそのゲストの過去のインタビューとか、はい、他の YouTuber との対談を見て、はい、いろんな質問を準備してくるんですけど、まあ、田丸さんは今のところあんまりメディアに出てないっていう、そうですね、試合とか試合後のインタビューぐらいなんで、はい、でまあだから YouTube で検索してあの松倉さんとの YouTube で何回か出てるっていうことがあって、はい、そこでなんか面白い話が結構なんか多くの人に見られてないんですけれども、はい、話は面白いし、はい、まあ、なんか結構クレイジーなこと言ってたからちょっと聞きたいんですよ、はい、あのもうまず最初に、はい、今もうまだ彼女はいないですよね？今彼女はいないです、はい、で募集中、そこ募集中です。募集中でタイプとかタイプありますか？そうですね、まあ、でもやっぱまずはやっぱ見た目から入るんで、見た目もそうですけど、はい、まあ、よく笑う子だったりとか、うん、一緒にいて友達みたいな楽しい子がいいなっていうのはあります、ね、明るい子、はい、うん、まず見た目から入る、まあそうですよね。じゃあ見た目から性格になるとやっぱり見た目っていうわけでもないですね、性格ですね、うん、no. それで言うと。なるほど、最終的に性格、最終的に最初は見た目、はい、なるほど。じゃあそのタイプっていうともう本当になんて言えばいいでしょう、でもタイプを聞いてその見た目じゃなくて性格の部分を言ったじゃないですか、はい、性格じゃないですか。だって普通タイプだったらああショートカット黒髪ああだこうだっていう人もいるし、そうですね、まあでも見た目がタイプじゃないとどんだけ性格があっても一緒にいたいなとは思わないんで。ああなるほど、じゃあ見た目のタイプはどんなタイプですか？いや多分童顔が好きですね多分、うん、あの佐々木希とか分かりますか？分かんない、知ってますか？知ってますか、マリージョさん。どういうタイプですか、見た目は？まさになんかまあ綺麗というよりは可愛いっていう、可愛い系、はい、なるほど。でも普通にだって今チャンピオンですし、はい、はい、
でライズのファンたちって可愛い子いっぱいいるじゃないですか、はいはい、普通に DM バンバン送れば多分入ってくるよなんかファンこれちょっと悪いアドバイスあげてるんだけどいやでもガチ多分驚くほど普通に会えると思いますよ。いやなんか結構メッセージとかもいただくんですよ、はいはい、だからでその質問とかで「トキ君彼女いますか?」とか、うんうん、どうやったら付き合いますかとか、あ手紙とかもジムに送ってくれたりとかして、で本当に付き合いたいですみたいなのをしたりするんですけど、はい、なんかファンの方だとたまたま会うだったらいいんですよ、うんうんうん、どっかで僕が過ごしてて、はいはい、でたまたまどっかで会いました、で実はファンだったんですっていうのは友達になれると思うんですけど、はいはい、格闘技をしてる僕しか多分見てないと思うんで、うんうん、そうなるとちょっと怖いなって怖いなというか、うんうん、まあ、なんかうまくいかないんじゃないかなっていうのは、ね、まあガチファンだったら、はい、あそうちょっときついかもしれないけど、なんかああかっこいいと思うぐらいだったら、はい、まあいけるっていう感じ。自分から送るのはちょっとリスキーですね、はい、そう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 、まあ、ファンの方とかだったらもうまず SNS が怖いんですよ。もうなんか何書かれるか分かんないというか、うん、ちょっと向こうが傷ついたりとかしたらあることないこと書かれたりするじゃないですか。あー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 、そうですね、それは間違いないですね。慎重に言ってます。今スキャンダル気をつけてますそうマネージャーさん喜んでると思いますよ、安心してます、はい気をつけます、はい、やっぱり結構そういうの怖いですか。そうですね、まあどちらかというと格闘家って、うん、まあ、そういうのには、まあ、緩い方なイメージではあると思うんですけど、はいはいはい、間違いない、遊んでるイメージとか結構あると思うので、うんうん、まあ、でもどちらかというと好青年なイメージがあると思うんで僕は。はい、そうですね、はい、だからあんまり悪いイメージはつけないようにちょっと気をつけてます。趣味とかはありますか。趣味は友達とプチ旅行、それに日帰りの旅行をしたりとかサウナ行ったり、うん、まあ、携帯で漫画読んだりとかはしますね、うん、普通の学生ですあそっか、そうなりますよね、はい、今22の代なんで、普通に学校行ってたら多分大学4年生とか、うんうん、卒業の年ですね。大学は興味なかったんですか。もう勉強が本当にできなくて、ちっちゃい頃から本当に格闘技しかやってなかったんでうん、うん、高校も行ったんですけど中退して、うんうん、でもずっと格闘技だけやってるんで、うん、大学はそうですね全く頭になかったですね。あ、なるほどね、はい、そうだね。でも楽しそうじゃないですか。俺も行ったことないんだけど、はい、弟とかみんな行ってるんですけど、はい、でもなんか楽しそうで行きたいっていうところ、今更なんですけど、ある勉強じゃないけどそうですね、だからいろんな人と会えるじゃないですか、はいはいはい、はい、うん、いやでもめちゃくちゃ大学生楽しそうだなって、ですよね、思いますね。それって何歳、30歳でも入れるのかな無理なのかな、何歳でもいける、入れる、まあ、見た目的にまだ24ぐらいまでいけるからかな、そうだよね、はい、いけなさいって、いけないって言ってるごめんなさい、じゃあ話超飛ぶんですけど、はい、その松倉さんとのコラボ動画で俺超気になったストーリーがあって、はい、なんか試合前に会長さんかどうか分かんないですけど、はい、なんか大森ゴールドジムのトイレ掃除されたっていう、はいはい、あれなんですか。あれはそうですね、なんて言えばいいんだろう難しいな結構やっぱこう目に見えないものだったりとか、はい、そういうのを信じる方だったんで、先輩さん会長と、それは一応シークレットに、シークレットしていこうと思う。とりあえずやらせるか、そのパワーを持ってる 方、はい、がいて、そうですね、まあまあトイレ掃除いいことじゃないですかはい間違いないです、はい、だからまあ運気だったりとか、はい、やっぱそういうのも込みで、はい、やっぱ日常的にやれって言われてて、はい、でそういう会場のトイレってすごい汚いんですよ。そうですね、でやれって言われてましたね。いや そういうとこからやってけみたいな。試合前にバンテージ巻いてやってましたキックパンツ履いてひと一人で、その全員ジムの全員でトイレ、一人での時もありますし、出る選手、一緒に出る選手とかは何人か一緒にやったりしましたし、超ウケる、結構攻めてましたでもそれな、もうなるほどね、はい、
言葉になんないですか。なるほどね。ちょっと想像しようとしてるんですよ。それアップの前、なんか試合直前にやるのか。いや、まあ、会場入りして、はい、でまあ計量とかあるじゃないですか。当日だから、はいまあ、計量して、はい、で僕あの減量とかしなかったんで、うんうん、リカバリーとか全然ないんですけど、はい、まあ普通にストレッチとかして、うんうん、トイレ掃除して、でアップして試合する感じ、はい。なるほど。はい、結果はどうでしたか。ああでも勝率は高いですね。なるほど。アマチュア時代、うん、はい、じゃあ今もトイレ掃除されてますか試合前に。今はやってないですね、はい、試合前に。なるほど。でも宗教的ではないですよね。僕はそうで ないですね、はい、うん、運とかそういうのは全く信じてない。その僕当時は全く信じてない派なんですけど、はいはい、そんなんやっても関係ないだろうというか、うん、お寺とか神社もすごい行ったりしてたんですけど、はい、当時、うんうん、全然信じてなくて、うんうん、こんなんやってるよりゲームやってる方がいいわっていう感じだったんですけど、全くそういうの気にしなくなった頃からすごい結果だったりとかその流れが悪くなって、うんうんうん、怪我も増えましたし、うんうん、試合もノーコンテストになったりとか、はい、で直前で亡くなったりとかっていうのがすごい連鎖的に続いて、やっぱ関係あるのかなって思い出してから、うんうん、すごいこう今まで行ってたその神社だったりとか、はいはい、そういうのに行くようになって、で今はすごい流れがいいんで、トイレ掃除とかその全てを信じてるわけじゃないですけど、はいはいはい、そういうなんか、ま、気持ちを休めるためにもそういう神社とかそういうのはありなのかなっていうのは思って、うんうん、ありというか、ま、いいかなっていうのは。なるほど、はい、じゃあある意味あの方はその人生を変えましたね。そうですね、いい意味で、はい、それは間違いなく自分の格闘技だけじゃなくてその人生のベースになってる方ではあると思うんで感謝はしてます。なるほどね。その試合も本当に面白かったですよ、その YouTube で、はい、あの YouTube は結構おすすめできます。どうやって知り合ったんですか。ジムは違いますよね、あの松倉さんと。あ、松倉くんはいや、元々ジム一緒だったんですよ。あ、トライハードジムですか、はい、で、僕がそのジムを移籍してるんですけど、はいはい、ハードジムに。その移籍するタイミングで大沢文也選手っていうそのクラッシュの元チャンピオンの人と僕はあの交流があって、はい、で文也くんが仲良かったのが松倉くん で僕はトライハードジムに移籍したいっていう話を文也くんに話したら、じゃあ松倉紹介するよって言われて、おーおー、そこがきっかけで。なるほどね、はい、2人 YouTube チャンネル作れますよ、2人の。本当ですか、うんうん、話すだけの。結構面白かった、ね、そう、面白い、引き出すのがやっぱり知り合いだから全部引き出せるじゃないですか。そうですね、うん、あとその元彼女の話していいですか。いいですよ。これガチでショック受けたんですよ。はい、その寝るんだけど、はい、LINE の電話をそのまま流しながら、はい、つながって2人ともが寝る、はい、あれ何なんですか。なんか多分今でも若者で多分ちょっと流行ってるというか。あれ流行ってるんだ。寝落ち通話っていうのが多分流行ってるんですよ今、多分中学生とか。はあ。で当時もそういうのがあって、はい、でその当時の元カノはすごい嫉妬深い方だったんで、うんうん、あ、じゃあ確認するためにやってるっていう感じ。まあ、あると思いますね。話してないんで繋がってるんで、まあ、気持ちは一緒にいるっていう感じなんですかね。それが今の若い子がやってるものなんだね、はい、おじさんだね、ついていけないよ。それできますか。普通ですか。いや、やってる人はいると思います。そっか、俺だけか。で僕今は絶対できない。ちなみに今また例えば新しい彼女がそれやりたいって言ったらどう思いますか。ちょっとできない。ちょっとできない言います。はい。結構優しいって言われますよね。あ、言われるかもしれないですね。、うん、はい、真面目エンド優しいじゃん、最強じゃないですか。いやいや、真面目優しい強い、最高、最高コンビネーションだと思う。もっとモテてもいいはずなんですけどね、それがあったら。ああ、でも時間の問題ですよ。ですか、うん、本当に本当に多分年上から好かれるタイプですか。年上からめちゃくちゃ、ね、はい、うん、でもタイプは年下。年上です。あ、年上、あ、じゃあ、はい、いいじゃないですか、はい、場所的に年下。そうですね。なんかあんまりガツガツ来られるのが得意じゃないんですよ。お、格闘技もそうなんですけど。はい、ごめんなさい、その僕のチャンネル見てる方格闘技ファンが多いんで、ちょっと真面目な格闘技の話しないと怒られます。あの若い頃、はい、那須川会長と那須川天心と練習してたことを聞いたんですけど、はい、何歳ぐらいの時だったんですか。その僕が前のジムに
所属してた頃に、はい、前の会長と那須川会長が多分交流があって、はい、でそれがきっかけで今のてっぺんジムができる前に体育館を借りて那須川会長がチームてっぺんっていう名前で練習をしてた時期があって、はい、もうその頃によく行かさせてもらったんですけど、小学生とかだと思います。本当に小学校の4年生とかぐらいから行ってたと思います。はい、で期間的にどれぐらいそこで練習されたんですか？でてっぺんジムができるその初期の頃、多分僕が高校1年生ぐらいの時までは行ってましたね。じゃあ天心とよく練習されて、はい、可愛がってもらってました。のスタイル的に似てるんじゃないですか？はい、多分スタイルが似てるのもあってサウスポーでってのもあって、はいはい、すごい可愛がってもらってて、うんうん、であのよくチームてっぺんの時の練習の時って結構指名制なんですよ。やろうぜみたいな感じでペアにあったりとかするんですけど、うんうんうん、絶対天心から指名してくれてたんで、お前逃げんなよみたいな感じでそう超言いそう、はい、特に可愛がられてた方だと思いますね。はい、なるほどね、はい、天心と仲いいっていうことだと思うので、はい、そ今ボクシング転向されたじゃないですか、はい、どう思いますか天心のボクシングについて？あでもすごい技術高いと思いますし、うんうん、タイミングだったりとかあの距離もやっぱ抜群だと思うので、はいはい、ボクシングにもうちょっと慣れてきて経験が増えてくれば世界チャンピオンになるのも時間の問題なのかなっていうのを思います。うん、そうですね、ボクシングって見られますか？見ます、はい、今すごい有名になってるスーパースターがいて井上尚弥なんですけど、はい、どう思いますか井上尚弥について？どう思いますか彼の試合とかボクシング見て？いやなんかあのなんであんなに倒せるんだろうっていう人を、うんうんうん、なんて言えばいいんだろう、一個一個の技術とかやっぱその完成度が高いっていうのはもちろんそうなんですけど、はいはい、そんななんかパッと見、うんうん、この本当に素人とかこのファンの人が見てもなんかまあ言い方が変かもしれないですけど誰でもできそうな動きというか、はいはい、なんか本当にめちゃくちゃ変わった動きをしてるわけじゃないのに、うんうん、あんなに人を倒せて誰も勝てないっていう、うんうん、それなんでなんだろうってすごい思ってて、うん、なんか一回体験してみたいなって、はい、そうなんだ、はい、それ絶対嫌だ絶対嫌だでも、でも言ってることは説明は本当に分かります、はい、なんか普通のことをやってるように見えるんだけど、はい、なんかそれが普通の人の衝撃が倍か2倍3倍になってるっていう、はいはい、そうですね、やっぱまあこう一個一個の本当に動きの完成度とかレベルが超一流なんだなって思います。うんうん、やばいですよね本当に。なんか他の格闘技とか見られますか？キックボクシングムエタイ。そんなにめちゃくちゃ見るわけじゃないんですけど、はい、一通り見ますね。MMA も見ますし、はいはい、メータイも見ますし、今キックボクシングから MMA に転向するパターンが結構あります。まあ完全に転向しなくても例えばヤーマンとかも、はい、まあ、キックボクサーなんですけど MMA ちょっとかじってて、あとアンプルケとかも、平本蓮馬も完全に MMA ファイターに転向したんですけど、はいはい、平本 VS ヤーマンの試合は見ましたか？見ました。どう思いましたかそれ？2人ともめっちゃ打たれ強いなっていうまず一番、はい、そこがですごいこうお互い多分こう倒れてもおかしくないようなパンチをもらいまくってると思うんで、うんうん、そこでこうやっぱ倒れないしお互い引かないっていうのもすごい印象的でしたし、まあ、僕個人的に、まあ、1回しか見てないんでそのリアルタイムに1回しか見てないんで分かんないんですけど、はいはいはい、平本選手が思ってたよりこう冷静に戦ってたなっていうか、うん、カウンターをこうしっかり見ながら打って、はいはい、試合をコントロールしてる印象はありましたね。そうですよね、はい、一時期多分2ラウンドの中盤ぐらいだと思うんですけど、ちょっとあれこれ倒れないんだっていう瞬間ありましたよね、はい、そこでもう組んでタッグ組んで、はい、でももらった側としてはやっぱりヤーマンの方がね食らったんだけど、うん、ヤーマンもいいパンチ当てて平本も打たれ強いんですよね。そうですね、だってあの鈴木千尋のパンチを食らって倒れなかった唯一の選手なんじゃないですか、はいはい、いや本当に打たれ倒れてるイメージがないないです本当に。うん、そうあの木村選手ぐらいかな、はい、そうですね、そう木村選手です木村選手の話しちゃったから、はい、どう思いますかそのドーピング事件？そうですね、でも正直に言ってください、捕まる前からちょっと怪しいとは思ってましたよね。僕はい思ってました、うんうん、他にもやっぱ何人かあのやってる人はいると思いますし、実際がどうか分かんないですよ。僕まあそうですね、でもなんか怪しい K-1 の中でこの一人だけ使ってるとはやっぱり考えられないですよね、はい、うん、いますし、まあ、フェアじゃないなっていうか、うんうん、なんかその
中村寛選手が言ってたように、はい、ドーピングマッチみたいな、そういうのはいいと思うんですよ。別にそのドーピング同士でとか、はいはい、やりたい人はやるのはいいと思うんですけど、はい、まあ、僕とか本当に格闘技に向き合ってる選手からしたら、うん、木村選手とかとやってそのダメージでやっぱ今後の試合にも絶対影響してくるんで、うんうん、そう考えると絶対やっちゃいけないことだなと思うんで、うんうんうん、僕は、まあ、お金がかかるんでしょうがないと思いますけど、うん、全選手じゃなくていいんでタイトルマッチだけとか、うんうんうん、そういう特別な試合のは検査してほしいなというふうに思います、はいはい、正しい罰とかは何だと思いますか、うん、捕まった選手に対して。難しいですよね。いやまあでも試合しちゃいけないんじゃないですか、永遠に、はい、それが一番いいと僕も思います。だから抜けないんですよね、その効果って。なかなか効果はだと、まあ僕もそんな詳しいっていうわけじゃないんだけど、僕聞いた話、例えば2年間ずっと使ってそこでトレーニングめっちゃして、まあ、体にそのなんて言いましょう、そのテクニックを覚えると同じように、それが自分の体になんか染みつくんですよ、はい、体の DNA に残ってるんですよ。止めても体はまだ覚えてるんです、はいはい、その効果はやっぱり残るっていうことになるんですけど、ゼロにはならないんですもんね。うん、ならないですね、まあ、アドバンテージを持つことになる。うん、それは個人的にはなしです、ね、うんうん、まあ、罰がひどければ選手もやっぱりやりたくなくなるじゃないですか、うんうん、検査もタイトルマッチだけじゃなくてライズとか K1 とか、ライズに出る選手はいつでも抜き位置検査していいっていう契約書をサインしてもらえればいいんです。そうです、したらまだなんか怖いじゃないですか、はい、あ俺いつ検査されるんだろうって、はい、それだけで結構選手はなんか考えると思います。でもそうだね、いや難しいところですね、うん、いや本当に木村選手と今まで試合してた人がかわいそうだなっていうのはすごい思います。そうだね、でも悪いこと言うとある意味格闘技って自己責任じゃないですか、はい、もう明らかに怪しいって考えながら試合を受けた選手も多いと思いますし、うん、やりたくなければもうやんない方がいいです。まあそうですね、ちょっと6ヶ月はちょっとはい、まあ試合みんなアンポ VS 木村見たかったから、はい、そうなんですよね。そのドーピングしてるって知った上でやるのは別にいいと思います。ああ、まあアンポもね OK って言ってたし、はい、あと中村寛も、はい、ドーピング対決するって言ってるから、ドーピング対決するって言ったら自分もドーピングしてることになるんだけどそうですね、何の話してたか完全に忘れたドーピングの前に平本山、あ平本山、そう、はい、うん、そうだったね。で安保もキックから MMA に挑戦して、まあ、すぐ負けちゃったんだけど、 MMA とかは興味ありますか？やっぱ実はめっちゃ興味あって、やっぱその安保選手も、はい、決められちゃったと思うんで、うんうんうん、そんな簡単じゃないっていうのはもう重々承知なんですけど、はいはい、1試合くらいはチャレンジしてみたいなっていうのは正直あって、うんうん、あのライジンの舞台も出てみたいですし、はいはい、いや MMA は本当に舐めてるわけじゃないんですけど いけるんじゃないかなって。おー、舐めてますねでも正直な話、キックボクシングからライズに出た選手はデビュー戦みんな負けてると思います。あ、そうなんですね。龍神以外、あと天心、そう、平本も負けた、久保も負けた、安保も負けた、芦澤選手も負けた、芦澤は負けた、まあ芦澤はちょっとしょうがないマッチメイクされたから。浩二選手もあれデビュー戦ですか？浩二選手勝った、 あれはノーカウントですあれノーカウントまあでも確かに小池選手勝ちましたね。まあでもしっかり練習して準備した上でやりたいです、ね、うんうん、まあ決まったらちゃんと練習するっていうことですよね、はい、そうです、ね、あと無茶なね挑戦はしない、はい、そうですね、方がいいと俺は思う個人的にはそれこそ龍神とかめっちゃ、龍神 VS、 ああそれいけるかもしれないですね。龍神 VS たまる、あの試合も見ました。龍神の見ました、あれあの腕じり決まると結構思ってました、はい、そのライブで見ててよく逃げましたね。あれで折れないんだっていうか、柔らかいですねそれ、あ、はい、うん、びっくりしましたね、うん、あれもうタップしててもおかしくないというか、うんうん、よく勝ったなっていうのもありますね、うんうん、MMA とか体験されたことありますか？1回だけ練習したことあります。どうでしたか？平田樹選手と寝技、お遊びでこうやりなよみたいな。平田樹と遊びで寝技やったんだ、はいなんか別のあれに来るんで、はい、どうでしたか？あの一回この K クランってあのジムに、はい、出稽古行かさせてもらった時に、うんうん、あのやってみなよって言われて、結構男の選手だと結構大きい方が多かったんで、うんうんうん、その
いつきとやりなみたいな感じで一回だけ練習させてもらったんですけど、まあ男と女でやっぱちょっとパワーも違うと思うんであれですけど、自分が思ってたよりできるなって思ったんですよ。そんな一瞬でこう決められたりとかしなかったんで、はいはい、なんて言うんだろう、知識、このこうやってやって相手を決めるとか、そういう知識がもうちょっとあれば、なんかもう少し戦えるんじゃないかなって思って、キックボクシングやってて、なんか大きく新しい知識を覚えるってなかなかできないことなんで、そういうのがすごい新鮮で楽しかったですね。そうですね、 MMA っていうといろんな格闘技が混ざった格闘技だから、はい、終わりがないですよね逆に、はい、確かに。でもベースはもう結構しっかりしてるから、はい、僕は見たいと思います。はい、龍神とやりたいです。龍神は悪くないと思います。体重も合うし、はい、そう龍神ね、もう僕も MMA にフル転向してほしいって言ってます。はい、まだ若いですもんね。あとずキックだったらずっと天使に比べられちゃうから、もう完全に違うところで勝負すればもういいと俺は思う。普通に向いてますし、はい、龍神は。そうですね、天心と比べてってやっぱみんな思っちゃうんですけど、別に龍神もこう動き自体はやっぱ絶対才能あると思うんで すごい才能持ってます。はい、まあ次戦もまだ決まってないですよね。まだ決まってないです、まあ、いろいろ楽しみです。はい、どの階級どの団体、そうですね、まあ、今すごい分岐点というか、いろんな選択肢があると思うんで、自分が一番ワクワクするというか楽しみな試合をしていきたいなっていうふうに思ってます。いやー、そうですね、あと22歳ですから。そうですね、もう今後が楽しみです。ゲストが来るたびに僕質問を10個、そのみんなに同じ質問を聞いてるんですよ、はい、だからそれでこの動画を終わりにしたいと思います。はい、一言で答えても OK ですし、もっと深掘っていきたいならそれでも構いません。はい、Question number one、最も偉大な格闘家は誰ですか？山本キッド選手。山本キッド、いいですね。那須川天心は次戦、プロボクシング3戦目 KO 勝ちするのか？判定勝ちで。判定。井上尚弥は無敗で引退すると思いますか？いいえ。いいえ、どっかで負ける。はい、やばくないですか？ちなみに何、階級を上げてどっかで負けますか？そうですね、階級を上げて、前回のタパレス戦も聞かされたっていう場面もあったんで、はい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 、やっぱり階級上がりにつれて危ない場面っていうのが増えてくると思いますし、うんうん、それこそダメージも溜まってくると思うんで、うんうん、どこかで負けちゃう日が来るのかなって思ってます。次の質問、人生ずっと一つのものしか食べられなかったら何を選びますか？魚。魚？はい。超意外だった。魚が好きなんですね。いや本当に3日前ぐらいにその友達とめっちゃ話してたんですけど、はいはい、魚ってめっちゃいろいろ料理あるよねっていう話になって、肉よりは魚の方がいいかなと思って。なるほど。魚栄養も良さそうだし、はいはい、魚超意外受ける。ちなみにその計量の後は何食べてるんですか？ちょっと気になって。いつも同じ。いつも同じです、うん、サムゲタン食べて、うん、あの水分取ってからサムゲタン食べて、はいはい、うどん食べて。うどんね。うなぎ食べてます。うどんうなぎ食べる格闘家多いですよね。そうですね、なんでですか？なんなんですかね。なんかうなぎってでもなんか良くないっていう話も聞くんですけどね。あ、そうなんですね。でも自分的にはなんか、まあ、ルーティーンじゃないですけど、はい、なんかまあいつもそれだし、うんうん、それで調子いいからいいかなみたいな、うんうん、一時期はうどんの後焼肉食べてたんですけど、はい、一回めっちゃ胃もたれして、はい、ダメだと思って、はいはい、そうですよ、体が慣れてるのが一番いいですよね、はい、次、1時間誰とでも話ができれば誰を選びますか？あのもう誰でも。誰でも。うわー難しいな、話がこれが難しいんだ。俺ちょっと食べ物のところでちょっと困ってたかもしれないな逆に、まあ、パッと出てきた人で、はい、武井壮さん。武井壮さん話してみたい。なんでですか？なんかめちゃくちゃ運動っていうか体の使い方とかそういうなんかすごいこう頭を使って考えられてる方だなって思って、うんうん、絶対勉強になるなと思って、うん、会ってみたいです。多分それなんか現実的な、はい、あれですね。なんか現実的だからこそパッと出てきました。あー、一つ何でも手に入れられれば何を選びますか？
何でも手に入れられる。何でも。え、それはまあなんか時間とかでもいいですか。何でも。でも時間で。時間だからある意味永遠に生きていく。永遠にではないですけど、まあその自分のこう、いや、なんていうんだろう、好きなことをする時間を決めたい。なんか一日の時間っていうんですか、増やしたい。一、はい、日に24時間じゃなくて26時間っていう感じですか。そういう感じ、30時間とか時間が欲しいです。なるほど、時間が欲しい。確かに面白いね。認知度かリスペクト、どっちが欲しいですか。認知度で。認知度。はい。細すぎる VS 太すぎる。太すぎるで。太すぎるを選ぶ。はい。宇宙人はいますか。で、イエスだったら地球にいると思いますか。宇宙人の。いない。いない。このさ、でっかいでっかい空の中で、宇宙の中で一人、その人間しかいないっていうことですか。なんかこんなに、なんていうの、なんか発展してるのが。はい。はい、地球しかないのかなって思って、地球よりもっと進んでるのがあったら、うんうん、来ないかなっていう。あー、でもいる、もしかしたらいる。いない。いや、いないっす、ね、いない。 OK、 いいね。最後の質問、もしも、田丸さんが、あ、まあ将来的に、まあ将来的に亡くなるじゃないですか、みんな、人間は、はい、亡くなった時には知り合いからどのように覚えられたいですか。田丸さんは何々だった、こういう人だったって、どういうふうに覚えられたい。あ、変わったやつだったなって思ってなんかごめんなさい、変わったやつだったって覚えられたい、はい、ちょっとそう、もっと話聞きたい、はい、どんな何だろう、なんかあいつ強かったなとか、うん、あいつめっちゃ面白かったなっていう人って多分結構いっぱいいると思うんですけど、うんうん、その変わった人ってなんか多分その人にしかない特徴、はい、そのいろんな変わったがあると思うんですけど、うんうん、あいつなんか変なやつだったなっていうのってなんかすごい印象に残るかなと。はいはい、そうなりたいです。なるほど、はい、面白いですよ。ということで、あの、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。田村さんのインスタ、はい、ツイッターもやってますか。ツイッターもやってます。 TikTok もやってます。あ、はい、まあ、あの SNS は概要欄に貼ってるので、はい、皆さんぜひフォローしてください。お願いします。それだけでいいですよね。何かありますか、別に宣伝するもの。 YouTube ってどう。あ、 YouTube もされてるんですよ。いや、なんかこれから始めようかなと思って、お、今週ぐらいに多分チャンネルを作ろうかな。チャンネルを作るんだ。はい、おー、なるほど。チャンネル名は今考えてます。あ、よく考えた方がいいですよ、変えられないから、はい、変えられないんだ、ま、変えられないですね、はい、うん、考えていきます、うん、何がいいんだろう、分かんないけど、 anyway、 まあそれも Twitter とか YouTube、はい、あ、 Twitter とかインスタで宣伝すると思うので、あの、皆さんぜひそちらから YouTube チャンネル登録してください。 Alright、 we'll see you again soon、 またお会いしましょう。バイバイ。